こいつの最後の研究テーマ、バストアッパー。こいつにはそのエッセンスが封入されている可能性がある。まあ、信じるか信じないかは。あれ、これ飲むと発育良くなるらしいぞ。なるらしいぞ、らしいぞ。舐めた下僕を殴って従わせるのは超簡単。しかしそれでは女として超負けた感じがします。クソ野郎の鼻を超へし折って尊厳を取り戻すには。お嬢ちゃん、このカード私が先に掴んだんだけどな。先に指が触れたのは超私ですが。私の聞き間違いじゃなければ知識や技術のカードは興味ないって言ってたわよね。前に超ひどい目にあったからカードは真っ平と言ってたくせに、自分のことは棚にあげて超浅ましいですね。さっさとその手を離せっつってんのよ、クソチビ。寝ぼけたこと言ってんのよ、超まな板野郎。ただものじゃないわね。情報格差とこの間合いは私が超有利。負ける気はしませんね。ちょっと待った。フィルムが剥がれたら揮発して使い物にならなくなっちまう。